よくレッスンでこの柔らかいクラブの柔らかいクラブで打っている動画を見ていて、この打ち方を教えてくださいということで、柔らかいクラブでスイングを考えていきたいと思います。でまず目的としてはこのようにすごく柔らかいですので、まあ、体の正面にやはり位置するためにはこのようにしならせないようにというか、このように手首を支点と腕を支点とかにしてヘッドを動かしてしまうと、この体の幅よりクラブが出てしまいますので、なるべく体の幅から出ないようなイメージをまずは持って、グリップなどもあまりこうねじったりっていうよりは左右対称に挟んでいるような左右均等なイメージで持っていただいて、まずアドレスをするっていうことが大切です。で軸も極度に傾いたりとかしないで、もうまっすぐ構えていただいて、まずはセットするっていうことが大切です。まあ、目的としてはこのクラブを体の正面により据え置きにするためにどうしていくかっていうことを考えていくことが大切になります。まずはそこを踏まえて、まあ、柔らかいクラブだんだん打っていけば慣れて、タイミングは慣れて打てますので、プラスちょっと考えながら練習していきたいと思います。いつも動画見ていただきありがとうございます。チャンネル登録評価お願いします。ゴルフでわからないことは下のコメント欄に書いていただけると、動画でアップしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。